モナ・ユールは、ノルウェー・ヌール・トロンデラーグ・ケンスタインシャー出身の外交官、政治家。ノルウェー外務省の役人であり、ノルウェー労働党の政治家である。ユールはヌール・トロンデラーグ・ケンスタインシャーのスパルブ、村出身で、オスロ大学で政治学の教育を受けた。彼女は1990年代にオスロ合意を促進する重要な役割を果たした。二千十九年七月十五日、 ユールは国連経済社会理事会議長に選出された。夫であり外交官、政治家のテリエ・ロードラーセンと共に、ユールは1990年代のオスロ合意で重要な役割を果たした。オスロ合意は中東の平和に関する重要な合意である。ユールと夫が主に積極的に仲介した秘密交渉は1993年9月13日にワシントン DC で イスラエルとパレスチナ解放機構の間で初めての協定に調印した。ユールと他のオスロのファシリテーターチームはイスラエルと p l 王間の紛争に焦点を当て敵対者自身が和平合意を作成する必要があり調停者として行動するグループが交渉の適切な取り決めを行うのに不可欠であることを知っていた。2016年の著名な劇作家 JT ロジャーズによるブロードウェイの 演劇、オスロは、オスロの交渉を崩壊から救った裏交渉を仲介する際に、これまでに知られていなかったユールと彼女の夫テリエ、ロードラーセンと、それに関わった人々について検証するドラマである。ノルウェーの21世紀最初の2000年から2001年までのストルテンベルク政権で、ユールは外務省の国務長官に任命された。2001年から2004年まで、 中イスラエルのノルウェー大使を務めた。2005年以来、国連へのノルウェー代表団の副所長権大使を務める。2014年9月1日、彼女はキム・トラービックの公認として中英国ノルウェー大使となり、2019年まで同職を務めた。ありがとうございます。